ツダウンチャンネルをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。滝本仏光堂タンでございます。小林と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、小林さん、はい、はい、今日は来ておりますか。メールでお問い合わせの方がございます。はい、お願いします。はい、はい、読まさせてもらいます。はい、先日のお葬式で、はい、住職が楽器のシンバルのようなものを叩いてたんですが、はいはい、それは何ですか。いわゆる妙鉢、妙鉢っていうものなんですけれども、はい、多分初めての方は皆さん驚かれると思います。そうですね、はい、で、あのものとしてはですね、まあ、シンバルのような形しておるんですけれども、はい、こういう感じですね。はい、あ、すみません、小林さん、はい、すみません、はい、2つあるわけですね。2つありますね。はい、はい、そんな感じですね。はい、で、こちらの方ですね、基本的には、まあ、浄土宗さんとか浄土宗、はい、はい、禅宗様、禅宗での時に、まあ、お葬儀の時によく使われます。はい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 、はいはい、で、大体、まあ、お葬儀の始めと、はい、あと終わり、はい、まあ、言ったら合図みたいな形で使われることが多いです。なるほど、はいはい、で、使い方なんですけれども、はい、まあ、こう叩いて、叩いて、はい、で、そこをこうするとする。で、これをこう長くこう保たせるような感じでのためにするわけですね。はい、するわけですね。はい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 、すり音がこうだーっと流れる形になります。はいはいはい、はい、ですので基本的にはもう、まあ、合図って言ったらおかしいですけども、そういう形で使われるのが多いですね。はい、便となります。ありがとうございます。はいはい、はい、あと小林さん、はい、はいはい、ちょっと見えますかね、カメラ。ちょっと見にくいかな。どうですか。はい、ちょっとツルツルのように見えてる。はい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 、ちょっとこうボコボコいうか、カクカクしてるっていう、はいはい、ちょっと見にくいと思うんですけど、はい、これ鍛金言いまして、鍛金、金槌でですね、こう叩いて作ります。はいはいはい、はい、はい、まあ、いわゆる土目で言うんですけれども、こう一個一個こう叩いて作りますので、それは人の手によって、そうです、人の手によって作りますので、結構まあ言うたら手間時間、はいはいはい、一個作るのにかかります。はいはいはい、で、こういうのもですね、まあ、一個一個作ります。あの滝本仏光堂の方で作っておりますので、またご注文いただいたらいいかと思います。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。人物のご用命は滝本仏光堂まで、よろしくお願いします。